元トッテナム監督、マウリシオ・ポチェティの死が、バルセロナからのオファー提示の噂、否定した。スペイン、アスが、現地時間18日に報じ、今シーズンのバルセロナはダゾーンで、いつでもどこも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、ポチェティの死は2014年に、トッテナムの監督に就任。2018-19 シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ CL ではトッテナムクラブ史上初の CL 決勝に導いた。しかし、翌シーズンの2019年11月に成績不振で解任された。その後、監督を行っていないポチェティーノ氏、レア・マドリードの監督就任の噂が報じられてたが、実現せず。また、キケ・セティエン氏が昨終了後に、バルサの監督を解任された際には、チェティーノ氏の名前が挙がっていた。だが、チェティーノ氏はバルサからのオファーを定めしている。スペインのラジオ局、コープのインタビューに応じたポチェティーノ氏は、彼らは私に、ルサの監督としてのオファーを出していな、と否定している。また、ポチェティーノ氏は、PSG、パ・サンジェルマンも、ユベントスも、インテル、オフシーズンにオファーを提示していない、コメントし、他クラブからのオファーも届い、いないと明かしている。トッテナムの監督を任されてからは、監督業についていないポチ・ティーノ氏。いつ監督としての姿を見ること、できるのだろうか。りょう。